おはようございます。本日の社内対談はですね、ギタリストの城田和秀くんの対談となります。プレゼンスのギタリストとしてデビューしました城田くんですが、なかなか捕まらない男でして、この社内対談もリクエストだいぶ前から、していたのですが、やっと本日この収録をできることになりました。とても楽しみです。今日は料理がね、もうすでにまったりしております。今日はあの車に乗せようと思ったら逃げました家の中に逃げ回りました。どこも行かないよ、大丈夫だよな。ということで、お楽しみに。ギターを始めたきっかけ、いくつぐらいの時にとか。ギターはね、いや、いつの間にやらっていう感じで、いつの間にやらギターを始めた。そう、僕はものすごい柔道一家に育ってて。そうだよね。あの幼稚園の頃からずっとやってた。ずっと学生時代もずっと続けてやってて。でも黒帯全然普通の。いや、それがね、試合はめちゃくちゃ強いんだけど、本当北海道の田舎だから、そういう昇級試験とか全然ないんだけど、道東の大会とかだったらいつももう勝ってたよ。北海道どこだっけ。羅臼って分かるかな。羅臼町、最果ての町って言われて、知床半島の真ん中あたりで、そこにいくつまでいたの。そこにね、中学までいて、あの初めてなんていうの、音楽に触れたのも、その町だった。いわゆるどちらかというとロックもあったんだけど、メインはどちらかというとあの郷土の星であるあの千春さんだったりとか、フォークっぽい感じの。そう、長い夜な感じなんだ。そう、中島みゆきさんだったりとかね。はいはいはい。で、夜中にさ、ラジオとか聞くと、なんていうの、ちょっと大人の時間を垣間見たいような年頃じゃん。で、ちょっと夜更かししてラジオを聞くと、そういうフォークソングが流れるんだね。可愛かったよね、夜更かしがさ、大人の世界にのこう登竜門みたいなとこあったよね。いや、もう本当大変だったよ。あのうちはさ、あの、知床食品センターって言って、あの、いわゆる今でいうスーパーとか、まあ雑貨屋みたいな感じでやってたんだけど、なんだろう、家にジュースとかあるんだけど、わざわざ外に出て、あの自動販売機でコーラを買うのがなんか楽しかったみたいな、ちょっとしたあの不良気分を味わえるというか、夜中に抜け出して。かわいいなぁ。それ中学生の時。それ、そうだね、小学校の高学年から中学生ぐらいで。で、まあそのフォークを聴きながら、キャロルはもういなかったのかな、あの当時は。ちょっとあのロック系のフォークシンガーだったりとか。そうで、そこからだんだん何バンドというサウンド形態にどんどんハマるようになってきました。だからね、初めはあのあれだったんだよ、あのドラムやってた。あ、そうなんだ。中学の時。そう、ただマセガキでね、まあ、フォークから入ったのはいいんだけど、そのバンドというか、僕はそのバンドでの活動は1日で終わりました。1日。実家でね、実家にセット組んでやったんだけど。ドラムは1日で終わった。あの何、一発目のキックとトップシンバルで、もう家ではやんないうちのおかんにね。そういうあの音量の問題ね。そうそうそう、いくら北海道とはいえ。で、ドラムはやんないでくれって言って。そうだけど、やっぱりあのどんどん音楽に対して の、 あの情熱もだんだん深くなってきて、
ベースを始めて。へえ。ギターでもないんだ、すぐに。そう、ギターはね、もう全然後。へえ。肝心の人は変だけど、ギターに到達したのは。ギターはね、初めて海外のロックバンドを見て、はい、しかもそれが